さあ、トミニはチームメイトとしっかり相談してる。クーペ前に底ついちゃうから使い切る可能性はある。可能性あるね。ある。まだ1ヶ月だからね。そう、想像たまんないよね。全然たまんないと思うよ。あ、展開はしっかりとがめて、さあ、モチチェンリー側投げ地獄。有利台形ですね、今の、うん、持続当ては有利です。あの技強いです。大パン、これは、おお、あれ気候挟んでると絶対当たるんだよ。あー、なるほどね、はい、生だとなんか当たり、生はあのかさ当たりになっちゃうけど、気候挟むと絶対に食らうんだよ。へー、100列目。さあ、まずはモチチェンリー完璧でしたね、モチ君、立ち回りが下段逆してそう。間合い線が、おー、ジリジリしてる。最悪チェストね。今日の富永さんはかなり EX チェストを打ってきますね。多用しますね。多用しますね。まあガードとして OK な技なんでね、ブロランなきゃ基本的には大丈夫なんですけど、有利ですから。2フレ有利だったか、2だったから。そう、うー、しかしカラクス。さあ、早手早手、チェストチェスト大剣、これはスピバと投げ読みですね。そうですね、移動カラクサ。あの体力のカラクサはもう確定ですからね。無理無理無理、次の策として考えてらんないよ、あんなの。チュンリーに 核兵器ゲージがあります。あるね。うわ、怖い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 。あと打ってる。チュンリー側徹底してる。あ、くぐれず、ガードが硬い。うわったか、どい、ジリジリする、当たる、おろし、あ、強い強い強い、どんどん蹴らが通って、まあ、ガード間に合うんかい。さあ、緊張感あるが、緊張感あります。さあ、ここでしっかりと1回目勝負か、勝負いって、リープから捕獲戦、闇、これがサードストライク。 This is サードストライク、ダークネスでございました。さあ、しっかり